もう怖っ。とにかくもうちょっと待ってください。私の方でも手を打ってください。どうなるんだこの日本は。しかしよ、あの姉ちゃんは何なんだよ。いくら支給品だからってピーポー君はねえだろ。ガキじゃねえんだからよな。大体よ、公安がクラブに出入りするぐらいでそんな騒ぐほどのことか。すいません、この音楽やめてもらえませんか。なんか恥ずかしい。俺のマスタングだ。何聞こうが俺の勝手だろ。 TPO ってものがあるでしょ。なんで張り込み中にこのジョーのララバイだよ。シシドジョー、じゃーん。いいだろう、ファンなんだよ。渡り鳥シリーズ、拳銃ブライチョウシリーズ、ろくでなし家業、用心棒家業、助っ人家業の家業三部作に殺しの烙印。早打ち野郎って知らねえか。ジョーさんはな、アラン・ラッド、オーディ・マーフィーに次いで世界第3位の早打ち野郎なんだよ。 0.65 秒なんだ。起きてください。ターゲットが現れました。白洲さん、おっさん、やっぱり潜入捜査っすかね。偽の女じゃねえのか。フィリピーナパロパローとか言ってよ。え、クラブですから。クラブじゃないですから。よし、ご、ちょっと待って、ちょっと待って。この格好じゃ目立ちますって。なんでだよ。どう見たって勤めがいのサラリーマンじゃねえか。だからそのクラブじゃないって。俺に指図をするな。何見てんだこの野郎。兄さん、楽しもう、楽しもう。何言ってんのお前。楽しもう。やめろ、おい、やめろ、このオカマ野郎。下出すな、この野郎。こいつら。するとまた要求を飲むことにしたんですか。やむを得ないでしょう。
それでいうお願いしている調査の方はどんな具合ですか。まだ決定的なものは何もつかめませんね。でも少しは何か分かったんでしょう。だからこうして連絡をよこしたんだ。調査費用の追加分をいただきに来ただけです。前にお渡しした分は。いや、情報を取るために身分を偽ってある店に出入りしてるんですけどもね、それがちょっとばかり高くつきました。夜はクラブとして営業していますが、風営法に基づく正式な営業許可は受けていないようです。昼間は若いアーティストたちにスタジオとして開放したりもしてます。オーナーは岡部哲明、新進のグラフィックアーティスト。この店の奥に住んでいます。土地も建物も亡くなった資産家の両親から譲り受けたもののようです。石巻は身分を偽って店に出入りしているようですが、店の性質から考えて石巻が担当する中国スパイやマフィアがこの店に関係しているとは思えません。いや、あれなんだよ。カメラです。なんでそんなもんついてんだ。誰かが俺たちを監視してるってことか。監視ではなく管理です。この部屋の映像は三代警視正のもとに送られています。誰だよ三代って。特別監察官室の室長です。このミッションは全て三代警視正の管理下で動いています。あなたたちには引き続きゲイカップルを装って潜入調査を続けてもらいます。ちょっと待てよ。やるんなら一人でやらせるよ。こんなお釜と組ませんな。僕はお釜じゃありません。三島家に関する情報を得るためには常連客たちともっと親密になっておいた方がいいでしょう。それには毎週金曜の夜のゲイナイトが絶好の機会です。ゲイナイト？たくよ、よりによってランニングなんか着させやがって。あ、見ろよ、乳首立ってんじゃねえかよ。イエーさあ金曜日恒例男のツーショット、さあ始まりました。カップル大会、今日のベストカップル大会誰になるのか。我こそのオーカップル、どんどんアピールして、アピールして。おっとそこのインディアンカップル、いいですね。わー、いよいよ見慣れない二人とも新鮮です。出てきてくれって。足で勝負といくか。よっしゃ、おめえの負けだぜ。おー